パナソニックインダストリアルソリューションズ社エナジーデバイス事業部和歌山工場は和歌山県木の川市内田にあるパナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社の工場バッテリー等を生産している1991年4月にアルカリ地区電池事業部和歌山工場第一棟が竣工して和歌山県長郡内田町大和内田にて創業開始 翌1992年には第二棟が春工している。オートモーティブインダストリアルシステムズ社の国内生産拠点の一つである。また、東工場はパナソニック使用事業場としては、現在のところ松下幸之助創業者生誕の地でありながら、和歌山県で唯一の工場となっている。2007年9月30日に発生した。 本社工場の火災でリチウムイオン電池の生産ができないことから、和歌山工場内に新ラインを設け、製造を開始することになった。和歌山平野を流れる木の川北側に広がる田園の中に立地しているため、自然環境と調和した公園工場を目標にしている。工場北側には JR 和歌山線が南側には国道24号線が通っている。また、 内田駅からは 1km 程度の距離であり、木の川市役所も近い。ありがとうございます。